ですけど、大体こう販売直後半年間くらいで半分くらい品切れなんですよ。で別にそれは何だろう、いわゆる品切れ作戦とかやってるわけではなくて、ただ見込みと需要が実質、うん、であと先ほど言ったように意外と作るのはめんどくさいかもなので、じゃあ明日までに100個お願いしますといかないんですね。どうしても結構リードタイムがあるのでどうしても遅れちゃう。で僕一応ネットの系だと一応専門は例えばマーケティングだったり、集客とかですね、もろもろ割とその人を呼び込むとかいう方が専門なんですが、自分の関わった製品に関してはですね何にもやってないんです。本当に意識してマーケティングとしてプランはしてないと。いやいや、じゃなくて売りますっていうのをやった後に品切れなんですよ。ああ、できないと思うんですね。だから品切れだからこう一生懸命やったって、じゃあ例えば何1月にこうなんかやって、お面白そうだクリック、お届け3月です、その誰が注文するんだって話じゃないですか。だから本当にほぼ何もやってないんですね。でその間に届いた人たちがやっぱりレビューとかいろんなことをやってくれて、 PC バッグもなんか届いたなっていう感じがすごくしたのが、なぜかアップされる写真はカバンなのにカバンの中身をみんながアップするんですよ。なるほど。俺はこう詰めてるみたいなっていう感じで、ずっと中身をアップしてくれてるんですよ。でこれは中身を入れるところに関して今までのカバンと違うものを作りましたっていうつもりであったので、それが届いたっていうのはもう僕何もする必要ないんですよ。ユーザーさんがみんな語ってくれるから。だから最初にカメラバッグのイベントをやった時にすっごい笑ったのは、僕作った人なんですよ。でここにカメラバッグを買おうかどうかって悩んでる人がいるんですよ。僕ここに作った人いるんですよ。隣のユーザーがすげえ説明してるんですよ。なるほど。俺のまた何も説明してないよね。だからそれはね、なんかすごい嬉しいし、なんかそこになんかやっぱ熱量